リーデル、ポン、ゴハン、ゴスー、似合っての悟空ってやつだね。まあ、私は別にどっちが勝ってもいいんだけどさ。どれっこしいね。大きな一撃かまして勝負を決めちまえばいいのにさ。さすがにヤバいんじゃないのか。一方的な展開が続くね。助けまで入ったの。このまま負けたらカッコつかないよ。どっちが勝つか全くわからないね。やられた方は大丈夫なのか。綺麗に決めたね。一気に流れを引くのよ。これは倒れたか。一応息はあるようだね。次のやつが戦っている間に対策でも考えるのよ。まあこの程度の攻めはまだ簡単にひっくり返るからな。やられた方は大丈夫なのね。続けざまに攻撃するのはそれに応じる方が一苦労だろうね。ここまで追い詰められた以上、もうやれるだけの一人減った分、ここから一気に勝負が動き出すよ。僕は相手になるよ。リベタ、少しずつ差が出てきてくる。まだどうとでもなるね。綺麗に決めたね。一気に流れをつかむよ、これの。後ろから不意打ち倒れたか。一応息はあるようだね。おざかしいサリア人だ。情けも容赦も一切なしってことだ。いいんじゃないか。はっきりしてて、まさかここまで本気で攻撃するとはね。さすがに少し苦しくなってきた。これを巻き返すのは大変だろ。一人減った分、ここから一気に勝負が動き出すよ。俺が直々に相手をしてやる。おいおい、油断しすぎじゃないか。驚いたね。ここまで本気の戦いを見せられるなんて。兄弟二人で攻撃か。さすがの威力だね。次の一撃で勝負のあの大差を巻き返したんだ。少しくらいは自慢してもいいんじゃないか。父さんの体を使って悪さなんてさせないぞ。ゴーハー